はいどうもマサシミューチャンネルです、皆さんちょっとご心配をねおかけしたかもしれないんですけど、3日間もねちょっと動画をお休みしてしまってすみません。実はちょっと扁桃腺がね腫れちゃって、そっからね熱も出しちゃって、とてもね動画が撮れる状態じゃなかったんですけど、今はねもう熱も下がって体はすごく元気なんですけれど、まだねちょっと喉がね痛いんで、今日はいつもよりねちょっと低く、テンションは別にね低いわけじゃないんですけれど、なんかいつもよりちょっとお前イケボっぽく喋ってんじゃねえよって感じになっちゃうかもしれないんですけれど、よかったらぜひ動画最後まで見てください。それで今日の企画なんですけれど、まあ視聴者のね皆さんにもちょっとご心配をおかけしてしまったかなと思いますので、お詫びと言ってはなんなんですけれど、もうねすっごく前からリクエストをいただいていたまさしみの一日のルーティーンを皆さんにご紹介したいと思います。イエーイ。今日のお相手はですねいくみちゃんです。いくみちゃん心配かけてごめんね。はい、というわけでね僕のルーティーンをお送りしようと思うんですけれど、せっかくなんでリアリティを出すためにですね、実は僕の今住んでいるお家をちょっと作ってみました作ってみました。はい、まあこれなんですけど、これはね先に言っときます。僕住んでるところねマンションなんですよ。なのでマンションをねちょっと作るのは大変だったので、とりあえず外観は置いといて中身だけ、はい、中だけねちょっとそれっぽく作ったんで、今日はまずちょっとまさしみがどんなところに住んでいるのかっていうのをちょっと紹介したいと思います。いや本当にねすごく簡単にね作ったんで、あんまり期待しないでほしいんですけれど、まあまずこう玄関ね、玄関入ったら僕のお家はですねすぐにここに洗濯機があるんですよ。これ本当にすぐに洗濯機があって、でその隣にキッチンがあって、でこの横にね、冷蔵庫置いてます。で上にも電子レンジ置いてます。もうこれ本当にリアルに置いてます。じゃあ先どっち紹介しようかな。こっちよりまあ先にじゃあこっちにするか。でこっちにね、まあ、ドアがあるんですけれど、まあ、ここ入るとこんな感じで、洗面所があります。はい、洗面所があってリアルにトイレがここにあるんですよ。でここはドアないんですよ。そうドアない、なんかアメリカンスタイルじゃないですけど、最近のねマンションでは結構多いのかな。まあって言ってもね、なんか見てる人の中でね一人暮らしっていう人もなかなか少ないと思うんで、多分ね一人暮らししてる人ならなんとなくもしかしたら分かってくれる人もいるかもしんない。はい、でこっちにお風呂があります。ちなみにお風呂もねこんなに広くはないです。もちろんこれちょっと広すぎるけど、まあなんとなく位置的にはねこういった、位置でね住んでますよっていうのだけで、戻ります。まあ間取りで言うとね 1K なんで、結局部屋はね1つしかないんで、今ねなんかもう扉もねなんか2つ出ちゃいましたけれど、ちょっと分かりやすく主観カメラとかの方がいいかな。まずはそこのねリビングの扉を開けたらこれが出てきます。これは何かっていうと、まあ僕の、作業部屋ですね、要するに。でまあ多分ね一番に気になるのはこの周りのこの黒いのなんだよって多分ね思う人たくさんいると思うんですけれど、これはですね、吸音材です。はい、まあ防音材という吸音材、なんかね音をねまあちょっと遮断してくれるような材質のものを、囲ってます。まあだから要するにね、なんかやっぱり、実況したりね大きい声を出したらねやっぱ、結構響くんでね、そういう音をね吸収してくれるものを、囲ってます。はい、でこれほんとリアルにこのテーブルって言ったらいいかな、この作業用のデスクはこの L 字型です。これほんとリアルにこんな感じです。で後ろを見るとこんな感じかな。これ本当にもうねリアルと同じレイアウトこの位置、後ろにこのベッドを置いて、でこっちにカーペットかな、カーペットを引いて、でソファーを置いて、
で一人でまあこんな感じでこのテーブルでご飯食べてますまああとね、俺の住んでるねマンション結構ねこのウォークインクローゼットがね大きいんで、まあちょっとねそれに見立てて大きく作ってみたんですけど、まあここに、服とかね、まあ服とかっていうかもうほとんどねあの服を、入れてますね。いや待てよ、冷静に考えてゲームの世界だけれど初めて女性を俺の部屋に入れてしまったな。しかも人妻じゃねえか。ではでは初公開の、マサシミの一日のルーティンを、ちょっとやってみようと思うんですけれど、あの本当先に言っておきます、あの僕の一日のルーティンは本当に大したことなさすぎて、もう動画にするほどのねあのネタがないんですけれど、もうそれでもよければって感じで、あの知りたい人だけ見てください。まず、朝ではなくほとんど僕はお昼以降に起きます。で時間は特に決まってません、いつも本当いつも決まってません。だいたいお昼以降ぐらいに起きて、まあ、夕方に起きる時もあれば、なんだって夜に起きる時もあるっていう、もう超夜行性なんですけど、まあとりあえず起きて一番に何をするかっていうと、俺はいつもうがいをします。はい、いつも朝起きたらうがいします。でここでうがいして、まあ、顔洗ったりして、でまあトイレだよね、トイレまあちょっとして、冷蔵庫からね、ヨーグルトとか取って、で基本的に僕は朝はねいつもあのシリアルを食べてますね。でこのソファーに座って朝ごはん食べます。まあ朝ごはんかって言われたらね、まあ、時間的にはね朝ごはんではないんですけれど、それでまあご飯を食べたらもうあれですね、あとはもうずっとここです。てかもう一日のねもう大半をここで過ごしてます。まあだから基本的に起きて1時間後にはもうこの作業デスクからもうずっと離れずに、編集とかね、みんなのなんかコメントとかも見たりとか、まああとなんかほんといろ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 やってます。まあお気づきの方もね、いらっしゃるかと思うんですけれど、僕の家はねテレビを置いていません。はい、テレビ置いてないんでね、基本的にはあのこのパソコンのね、これ今ねあのノートパソコンの、アイテム出してるんですけど、まあ普通にモニター置いて、あのそのモニターをね、もうパソコンとあとゲームとか、するように併用して使っております。それでまあこの夕方から、大体だからこの7時ぐらいまでかな、これ今7時に設定したんですけど、7時ぐらいまで、どっちかっていうとね動画を作るというよりかはあの動画を、作る用のネタを探してることが多いですね。それでまあちょっと時間ねこれだいぶ遅いんですけれど、まあ、8時前ぐらいかな、そのぐらいになったらですね、まあコンビニとか、スーパーに、ちょっと晩ご飯を買いに行きます。はい、まあこんな感じで、まあお弁当買ったりだとか、まあ最近だったらねリアルで言うと一人で、鍋したりしてます。はい、もう簡単で楽なんで。で帰ってきたらですね、またすぐに、パジャマに着替えることが多いです。まあパジャマっていうか部屋着、まあみんなもね多分お家いるときは部屋着に着替えたりすると思うんですけれど、ほんとね、まあ、僕は基本的にもうずーっと部屋着でいますね。で大体ね、まあ、9時から、まあ、11時ぐらいまでは、まあ、なんかゲームしたりとかあと配信したりとかしてますね。それでまあ配信とかねなんか他のことも落ち着いたら、まあ、今からご飯って感じですね。だめっちゃ遅いです僕晩ご飯、あのほんと11時とか12時とかも全然ある。だからまあこのぐらいの時間から、ご飯を食べます。それでまあこうやって晩ご飯を食べて、で、またまたこっちのデスクに行きます。そうだからね、俺なんで自分の一日のルーティンをねやらなかったかっていうと、本当にねここから動くことないんよ、ほとんど。本当にゲーム実況やってる人ってほとんどここから動くことないんじゃないかな。それでまあみんなが寝る時間ぐらいかな、この、深夜0時ぐらいから逆に俺は、アフレコを撮ったりとかあのゲーム実況を撮ったりします。それでまあこうやって前日のね、夜中とか、まあ夜中じゃない時ももちろんあるんですけど、前日に撮った動画を、次の日の、俺だったら夕方6時に、設定してますね。公開設定してます。まあだから結構勘違いする人結構多いと思うんですけど、あの動画ってねあの毎日見てたらその日に、撮って、その日にアップしてるんじゃないかって思いがちだと思うんですけど、多分ねそういう人の方が少ないと思います。はい、それでね編集とかも終わって、で次はお風呂に入ります。
まあちょっと着替えるねところがないのでちょっと雑になってるんですけど、思いっきりねパジャマ着たままシャワーかかってますけど、あとはもうね分かる通りも歯磨きして、まあ髪乾かしたりして、でもうベッドに行きます。でこれもねあるあるだと思うんですけれど、あの結構ねベッドの中でスマホいじっちゃっていつの間にか 1,2 時間経ってるみたいなこと皆さんもあると思うんですけれど、本当ね、まあ、俺が言うのもなんなんですけど、あの本当に体に悪いんでやめた方がいいですよ。はい、それでねもう皆さんが会社とか学校に行く時間に、僕は、眠りにつきます。はい、本当もう昼夜逆転生活って感じです。はい、というわけでね、今回は僕の一日のルーティンをお送りさせていただきました。あの本当に動画映えしない一日でごめんなさい。今日はねまだちょっと喉の調子がね元に戻ってなかったんで、いつもより、テンションちょっとね低く感じたかもしれないですけれど、まあ次の動画からは、いつも通りの、アフレコとか、小ネタバグとかもやっていこうと思いますので、皆さん引き続き、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。いやごめんね、なんか心配かけちゃって。みんなも体調には気をつけろよ。それじゃ次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで、明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。